皆さんこんにちは。今回も安価で面白いゲームを紹介していくぞ。今回紹介したいゲームはこちらガンファイアーリボーン。FPS、ローグライト、RPG を掛け合わせた作品。最大4人での協力プレイができます。もちろん1人でのプレイも OK。2020年5月に早期アクセスでスタートし、2021年11月18日に正式リリース。最近のレビューでは圧倒的に好評。そして価格は2050円となっております。セール時にはもう少し安くなると思いますのでウィッシュリストに入れておきましょう。このゲームを簡単に紹介すると、ボーダーランズをローグライクにしたような感じ。難度はそこそこ難しい感じ、野良で4人パーティーとかでわちゃわちゃするのがくっそ面白いです。ボーダーランズのように銃の種類がすごく多く、その他キャラ特有の能力、オカルトスクロールという能力追加機能があり、組み合わせは無限大。どのビルドに特化していくかを考えるのが面白い。オカルトスクロールや、銃の性能はランダムなのでそううまく思い通りにならないんですけどね。ローグライトの面白いところ、組み合わさった時の無双感はこのゲームにはあります。FPS としてのゲームはかなりよくできていて、当たり判定や操作感はすごくよく、この出来で2050円は買いの一択。敵を倒す時にできるだけヘッドショットを狙うのですが、AIM 力を鍛えるっていう意味でもすごく良いゲームだと思います。バシって音がして黄色のダメージ数が出てる時はヘッドショット。スナイパーなど一発のダメージがでかい銃で決めるとかなり気持ちいいです。後半ステージになってくると、敵の弾幕もすごいことになってきてもうてにゃわにゃ。ステージ終わりに青いコインを使ってキャラのレベルアップができます。エリートボスやボスを倒すと青いコインを落とします。それを使いキャラの能力のアンロックをしレベルを上げる。それが RPG 要素になっています。これがオカルトスクロール。オカルトスクロールの効果はいろいろなものがあり、プラスになるものもあればマイナスになるものもある。そして、等級があり今のは紫色のレア、さらに上に最上級のレジェンド、レアの下青色のノーマル。ダッシュ後3秒間移動速度 40% アップ。これにダッシュ回数増やすものだったり、ダッシュ後攻撃力アップなどのスクロールが合わさってくると強くなってくる。とにかく組み合わせがとても大事になってくる。武器にはサブ能力と属性があり、武器本体の強さ以外にもサブ能力のレア度そして数、属性の有無で強さを判断します。緑の文字で書いてあるサブ能力はノーマル能力。その上青色、黄色となっていて黄色の文字で書いてあるサブ能力が多いほど強いと思っていいです。武器の属性は炎、雷、毒など、他にもありますが持続ダメージを与えるものや、必ずクリティカルにしてくれる属性なんかもあったり、敵が属性状態の時に能力を発揮するスクロールなんかもあるので、どの属性で攻略するかも鍵になってきます。例えば敵が炎状態の時、与えるダメージが 100% アップとか、武器にはダメージとヘッドショット時の倍率があり、通常時100のダメージでもスナイパーや今使ってるマグナム系の銃ではヘッドショット率が4倍ぐらいになります。単純に 100×4 で400のダメージを与えられるのですが、敵が炎上中だと与えるダメージが 100% アップするとして、100×4×2 となり、800のダメージを与えることができるわけです。たかが 100% アップでも銃の特性によってはかなり効果的というわけですな。ヘッドショットをうまく決めていくのがこのゲームの攻略の鍵かなと個人的に思います。青いコインを使って能力アップできる項目がこちら。体力アップ、銃の攻撃力アップ、リロード時間短縮、グレネードの保有数アップなど。なので周回していき能力をアンロックして強くしていくのも面白さの一つとなっております。一番右のランのヒーロー。ここはキャラごとに違う能力になります。ヒーロー以外のランは全キャラ共通の能力。ヒーローは6人いてそれぞれ能力が違います。HP やスピードなども違ってきます。いろいろ使ってみてどのキャラが合ってるか確かめるのもいいと思います。おすすめは帽子かぶってる猫ちゃん。というのも初めは1人しかアンロックしてなくて使えるのが猫ちゃんだけなんです。なのでそれに慣れちゃうというか、他が使える頃にようやく猫ちゃんで形になってくるというか。まずは猫ちゃんで1周クリアをするのがいいのではないでしょうか。たくさんある武器は実績を解除することによりアンロックし出現するようになります。〇〇を50回倒せとか、ハードモードで〇〇をクリアみたいな感じ。いろいろな武器があるので何回プレイしても飽きない作りとなっております。
オカルトスクロールも同様実績解除でアンロック、一番右の呪いというのがマイナス能力のスクロールとなっております。呪いのスクロールは一度手にすると捨てることができません。呪いのスクロールを無効にしてくれたり、捨てられるようになるスクロールはあります。武器はざっと50種類ぐらい、スクロールはざっと100種類ぐらいあるでしょうか。その中からうまいこと組み合わせて無双していく、かなり面白いですよ。キャラの能力をランダム3択で上げることができます。これはダンジョン中のみ有効でクリアしたりやられたりすると元に戻ります。猫ちゃんの能力はグレネードと敵を拘束する拘束フィールド、グレネード系の能力アップさせるか、拘束フィールドの能力をアップさせるか、使ってる銃やスクロールによりどの能力をアップさせるか決めると良いでしょう。この辺は実際にやってみると分かってくると思います。今回ももう少しどのようなゲームか知りたい人のために、ただのプレイ動画を上げておきますので、そちらも合わせて参考にしていただければと思います。とにかく、FPS ゲームが好きでローグライトも好きなら絶対ハマるゲームだと思います。ぜひ遊んでみてください。パーティー組んで遊んでみ。飛ぶぞ。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。次回の動画でまたお会いしましょう。